ね。たずみも2回振り返る、ね、あ、カナダ君も振り返る。うるさいのか、うるさい、大丈夫、いいですか、すいません、すいませんね、お仕事中すいませんね。はい、今日はですね、はい、もうすぐほら夏の元気なご挨拶。うわ、それ去年も同じことやってました。嘘。私それで知らなくて、うん、あの YouTube で見ました。サラダ油の、はい、あ、そうっすか、はい、やばい。夏の元気なご挨拶。頭の中が変わってないってこと。去年もう歌ってました。やだね、ほんと覚えてない。僕ちょっと福祉楽団さんっていう恋する豚研究所に、はい、まあ、少しだけご縁がありまして、はい、まあ、事業を応援してるわけですよ、はい、で、それのなんか、まあ、こういう福祉楽団のなんだ楽ナビとかっていう、こうレポートみたいな、あ、高校誌かな、はい、これね、と一緒にこの夏の元気なご挨拶のお中元のこういうほら恋する豚のしゃぶしゃぶとハムとベーコンとソーセージのセットとか、こういうのがねあるんです、はいはい、でこれ届いたんで、まあ、毎年あの贈り物するときはここから贈り物してます、はい、まあ、皆さんもぜひ、あの本当にね、豚さんってやっぱね、あ、まあ、豚さんに限らないんだけど、お肉ってここの飯田理事長が言ってたんだけど、はい、1キロのお肉ってそぎ落として食えるようにすると 700g しか取れない。あ、そうなんですね。そうなんだけど、ちゃんと1キロに戻すんだって、うーん、普通のスーパーだと。うーん、なんでだろうね、どうやって戻してんだろう。確かにそうですね。減っちゃったのどうやって戻すのかな。でも福祉楽団のこの豚さんはね、やらないのそれ。うーん、だから1キロのお肉で 700g しか取れないってものを売ってるので美味しいんですよ。そうなんですね、うん、めちゃめちゃうまいから。どうやって買えるんですか。お、ね、ネットでも買えるし、はい、これはあの、まあ、チラシの裏にこういう注文表がついてる、あ、はい、まあでもネットで普通に売ってます。で、うん、で全国 の、 あの有名デパートとかでも置いてますし。あ、そうなんですね、はいはい、ぜひぜひあのご賞味くださいという福祉学団応援キャンペーン動画みたいな。これ手数料もらった方がいいかな。宣伝料、宣伝料ね。ほら、あんじゃん、インフルエンサー的な。 あ、 ありますね、はい、で、実はうちもね、あの缶詰カフェの缶詰セット、はい、あのお中元でやってますんで、それはまた、後日チラシ、ご紹介したいなというふうに思っております。はい、というわけで今日はおしまいです。福祉学のおすすめです。さよなら。